女の子に会うときは清潔感、清潔感。あれ、あれあれ、そこにいるのはキャンコちゃん。あんたは。はい、はいはい。俺のアプローチ散々無視してこんなデブと出たか。キョウコちゃんも見る目ないね。なんだと。金山君、行こう。おい、どこ行くんだよ。その手を解けろ。金山君。男金山、約束一つ守れねえで何が正義だ。だってめ、生意気だな。京子さん、今のうちに早く。いや、でもいいから。なんだ、腰抜けか。おい、何やってんだ金山。おい、大丈夫か。ああ、なんだお前、こいつの連れか。俺は今虫の居所が悪いんだ。ダメだ朝倉。あ、どうしてだよこんな雑魚に。ダメなんだ、今日だけはけじめなんだ。はお前、何言って。揃いも揃って、情けねえ連中ばだ。あーもう、つくしょ。なんかよくわかんねえけど、頭でっけえからな金山。すまねえな朝倉。やっぱダメだ、金山くん置いていけない。なんだよお前ら、気持ち悪いな。ここでお前を殴ったら男が廃るってもんよ。ああ気持ち悪いんだ。傷だらけじゃない。ごめんね、私のせいだよね。京子さん、俺約束守ったよ。バカ、ありがとう。お楽しみとこ悪いんだけどさ、俺もやられてんだよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。しばらく見ねえ間にでかくなったな京子。相変わらず貧乳だけど。さてと。ここも大した方ねえな。帰ったら堀口さんに伝えねえとな。君、君、誰に許可得て暴れてくれてんの。ああ、誰だお前。俺の獲物に手出すね。なんだなんだ、ここは弱そうな連中がうじゃうじゃ湧いてくるな。あれ、てめえこの野郎。おら、それに一つ教えといてやるよ。てめえも男なんだからよ。おら、男の覚悟踏みにじんじゃねえよ。おい、よく聞き戻んげ。この町は俺たちの縄張りだ。よそ者がのこのこ来ていいとこじゃねえ。分かったか。分かった。返事。はーい。返事。はい。返事してんだろうね。送ってくれてありがとう金山くん。じゃあまた日曜ね。おお、これは現実か。俺は京子ちゃんと連絡先を交換して、日曜はデートの約束を。まあよくわかんねえけど、よかったじゃねえかよ。お前のおかげだ朝倉。なあ朝倉、俺たちをお前の傘下に入れてくれよ。あ、いや別に
そんなつもりで殴られたんじゃねえよ。いや、そうじゃねえんだ。ほら、なんかこの、俺、バカだから説明できねえけど、お前が一緒に殴られてくれて俺嬉しかったんだ。人がやられて嬉しがんなよ。だいたい C 組 D 組の連中はお前を慕ってんだろ。そいつらが黙ってね。もちろん、ただではお前の下にはつかねえぜ。お前が俺に台湾で勝てたらの話だ。やろうぜ朝倉。死んでも知らねえぜ。そう来なくちゃな。兄貴に合わせる顔がねえよ。金吾寺と京子ちゃんの矢島作戦は失敗どころか逆効果だったなんて。まあ兄貴に正直に話せば許してくれるだろう。兄貴。兄貴、すいません、実はこの間俺。おい、どうしたんすか兄貴、その顔。兄貴。これが。まったく、おめえらの兄貴はどうなってんだよ。金山。さあお前ら朝倉一家旗揚げの準備はできてるか。ってことはその、まさか、まさか、そのまさかだ。よろしくな兄弟。金山。ってことは今日から俺たちが少年最強派閥朝倉一家だ。やったー、やったー。言ってえな、言ってえよ。よし兄貴、目指すはてっぺん、全員投げ倒していきましょうよ。見せよお前。兄貴。ちょっとやめましょう、やめましょうよ、そんな。